暇だから超人でも受けてみっか。疲れてんだよね。超人でまだ一回も受けてないんですよ。理由がありまして、超人のモチベがないというか、前作の方がむずいじゃないですか。だから前回もそんな努力しなかったんですけど、それの5倍ぐらい努力してない、超人まだですかって言われるんですけどね、モチベすごいないです。あと、そう、今見て分かったと思いますけど、メンテ良くないんで何が起こるか分かんない。ちょっとやばいね。あ、受けるか分かんないですけど、超人、メンテいいところで受けたいですね。前回のグリーンもね、メンテ悪いところでやっちゃったから多少やばかった。いやー、初めての超人です。前作取ったからな、超人だ。もう超人なんだよ、実際グリーンではっていう感じです、僕的Thank you.
温まってないの、まだ超人受けるときはガチガチに温めないと動かないでしょ。これちょっとひどいな。うまかったの誰時の最初ぐらいじゃない。今作ね、超人過去一番簡単みたいに言われてて、なんだろう、それでなんかモチベ下がったっていうのもある。前回のグリーンが星屑とかあと晴天とかプチポチも難しいんで、なんかあれ取れたからもう超人受かったしみたいな感じではある、だから普通に一発でこんな感じで、まあちょっと下りましたけど前作より全然簡単なんで、あとはもう気分次第ですね。気分次第で受けるか受けないか決めるみたいな。だから誰かからにやってくださいよって言われると逆にモチベが下がる。俺は俺で好き勝手にやる。超人受ける受けない自由だしね。しかももう超人取ってるし、これより難しいって感じですかね。でも正直星屑みたいに難しいのが3曲目に来て、あドキドキするみたいな感じを俺は正直味わいたかった。3曲だってカラフルのが難しいって言ってる人もいるぐらいだから、もうちょい3曲目ねボス感出して欲しかったっていうのはある。こんな感じかな、超人の感想。疲れた。